天地俊一は、兵庫県西宮市出身の元野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。旧制公用中学校2年時に、公玉社中学校へ転校した後、明治大学予科へ進学するが、中学校3年修了では、資格がないとしてゲア中学校へ再入学させられる。ゲア中で中学校4年修了となり、晴れて、明治大学予科進学の資格を得られ、 再度進学する。アマチの学生生活は波乱に富んだものであったが、明大時代は保守で、後に毎日オリオンズで監督を務める湯浅貞田夫とバッテリーを組んだ。また、大学野球の審判を充実させる必要性を感じていた一学年先輩の二出川、信明から野球のルールについての難問が、毎朝10問、宿題として、天地に出され、 練習開始時間までに全問解く訓練を受けた。アマチはこの宿題によってルールを熟知し、1929年には東京六大学野球の専属審判員に就任。同年秋の昭和天皇が初めて神宮球場を訪れて観戦した総敬戦の球審を務めたが、1931年春季の共鳴戦で命題。 八祖川豊の防空判定に橋を発して、明大応援団が乱暴牢石に及び大混乱に陥った事件の責任を取って、専属審判6人が総退陣、アマチもそれに倣って辞職。その後は、放置新聞記者として勤務する傍ら、甲子園大会などのアマチュア野球で審判員を務めた。第25回全国、中等学校優勝野球大会では、 島聖一が2試合連続でノーヒットノーランを達成する快挙を成し遂げたが、そのうちの決勝戦の球審を務めたのはアマチであった。島が明大へ進学すると合宿所近くに住んでいたアマチは、島と進行を結び、島もアマスさんと呼んで仕立ったという。このように、中日間特集任前はアマチュア野球の審判員を歴任しているが、1942年に、 文部省主催で開催された1942年の全国中等学校野球大会では平安と徳島省の決勝戦での主審を務めている。甲子園でたびたび休審を任されるほどの名ジャッジを見せていたが、その後は旧制帝教商業学校で英語教師を務めながら野球部監督に就任。この時の教え子に杉下しがおり、杉下が明大へ進学後も、 個人的に指導を続け、1922年に来日した全米野球団から教わっていたフォークボールを伝授した。1949年、教え子である杉下が中日ドラゴンズへ入団すると、同時に天地も中日の監督に就任。1952年には実験の内装監督へ移動するが、1954年に監督へ復帰し、チームを初優勝と、 日本一に導いた。プロ野球選手経験のない監督の球団が日本シリーズを制したのは2020年現在でも、唯一で日本シリーズを制した瞬間のアマチは涙が止まらず、選手たちから胴上げされる時も涙を拭きながら、中に舞い、選手たちも人情派監督の日本一に感激し、ほとんどの選手が涙を流した。 1955年には、球団副代表に就任する形で監督を退任したが、日本シリーズを優勝した直後に監督を退任したのもアマチが初である。1957年に3期目となる監督復帰を果たす。ベテランの西沢道を小玉リーチがアマチへ戻ってきてほしいと懇願して実現したものだが、杉下はアマチが肝臓を悪くしているのを知っていたため、 日本シリーズを制した直後に体のために早くやめてくださいと言われたという。アマチは1958年まで監督を務め、1959年から2年間はヘッドコーチとして選手兼任監督の杉下と共にシーズンを戦い、その後は放置新聞評論家として顕筆を振るう。メジャーにも精通したアマチはハンク・アーロンが通算本類打で、 ベーブルースを抜いた時でも最高の外野手はウィリー・メイズの持論を曲げなかった。杉下は1964年に阪神タイガース一軍投手コーチに就任したが、これは杉下がアマチに呼び出されて東京、新橋の両邸へ向かうと、そこにアマチと監督の藤本貞義がおり、アマチに野球は俺の野球だけじゃない。藤本さんの野球を勉強して来いと言われて就任が、 決まったものである。1970年に野球殿堂入りを果たし、その後の1976年には、読売ジャイアンツ一軍投手コーチに就任しているが、この就任は、V 級戦士の衰えが目立って、前年には、球団史上初の再開となったことを危惧していた、セントラルリーグ会長の鈴木隆二から、どう思う 何とかしてやれと言われたことと、天地の裁判年である1976年3月に、杉下が見舞いに行くと、杉下曰く、大の長島新派という天地から、大変なのはわかってるが、長島を助けてやれと頼まれたためである。しかし杉下は天地に、大変を通り越していますよと答えた。1976年3月12日に死去、72歳を打つ。天地が表紙を飾った。 ホームラン、ありがとうございます。